ていうやつがここにいるって聞いたんだけど。達成革新天君、あの仮面をかぶった偽仙人のことね。彼が宿泊名簿に書いた名前は平安よ。もう部屋を出たわ。一人で山や川を旅するとかなんとか。そうだ、もし言葉を話す洗礼を連れた人が来たら、この封筒を渡すよう預かってるの。言葉を話す洗礼？誰のことだ？彼が言ってた旅人はあなたね。はい、これを。手紙を残すなんて新手の詐欺じゃないだろうな。とりあえず開けてみようぜ。すごく気になるぞ。あ、手紙と一緒に何か入ってるぞ。近畿滅却の札だ。久しぶりにこんな素直な悪人に会ったぜ。そうだな。あ、そうだ、早く近畿滅却の札をショーに届けに行こうぜ。あなたがどこから来たか。やっぱりここにいた。近畿滅却の札は回収したから、ショーが預かっててくれ。ご苦労。お客様、ご注文は何になさいますか。チコ魚の焼きを一つ。かしこまりました。少々お待ちください。あれ、今回は杏仁豆腐じゃないのか。ショーにしちゃ珍しいな。これは道尺が生きていた時に好きだった食べ物。ただどんな味がするのか気になってな。ああ、そっか。チコ探しに海潜り、帰って再び用まかる。まだ何か用があるのか。我は一人で食べる方が落ち着くんだが。そうだな、オイラたちはここらで静かに離れよう。